今日はサマーソングセットリスト特別公演みたいなやつだったんです。なんかファンの人でも知らない人いるんじゃないかっていう感じのひっそりやってたんですけど、実はね、でもがっつりだ、昼夜公演やってきました、うん、昼夜たくさん覚えてきました。でギフト読んでいい？クマ、うん、竹のクマと団子と稲穂とどさりぶどうとぶどうありがとうございます。ぶどう食べたすぎる。わかる、ぶどうシャインマスカット食べたい、しっかりしたの食べたい。わかる、うん、今日はね、サマーのなんかサマー系の公演だったんで、サマー系の公演やってきたんで、うん、今日浴衣を着たんですよ。だからそうだ、ね、浴衣合わせの部屋でもない、一応意識はした。かわいい、なんとなく、ね、すごくないですか。でかわいいって思ってた。あそこでめっちゃ久しぶりに言ったんです。今目の前にこの視線の先の目の前に1メートル以内にスタッサン。可愛くないですか。すいません、可愛くないですか。気持ち悪い、照れてる、ごめんなさい、照れちゃった。まあ可愛いですけどって心の中で言ってました。呆れながら退出したね。退出しちゃった。うまい、ありがとうございます。これなんかありがとうございます。邪魔ですか、私たち。すごいなんか逃げてくスタッフさん、ね、なんかみんな荷物持って出てくるこの部屋。荷物持って出ていくんだ。静かに出ていきます。ハートありがとうございます。やばい、嫌われてるね、うちら。嫌われてるわ、どんどん荷物減っていくもん。サイリウムありがとうございます。団子ありがとう。これなんていうのだっけ、三色団子、月見団子。あ、月見団子、こうなんか普通だな、意外と。わかる、名前。月見団子ありがとう。月見団子かな、これ。よかった、お、見に来てくれたことありがとうございます。そう、今日配信なかったからね。そうね、知らなかったよって人多いじゃない。わかる、みんな知ってましたか、今日公演あったこと。でも今メールに書いちゃった、今日はそんな書いちゃったって。そんな隠してないから今日の声。そっか、私も書いたよ、久々の声だった。じゃあみんな知ってるか、うん、あ、めっちゃ久々だったんだよ声。確かに、やばくない？トイレで、あゆかの太郎、うん、あゆ太郎の卒業公演。ええ、待って、じゃない、じゃない、ええ、ねえ、なんでかわいそう。その間に夢何回経ったと思ってるよね。マジでそう、マジ200回だったよ。夢が一番立ってると思う。これ夢とカホだね、うん、去年はあんなにやってたのに、私の一緒にやってた子に全員卒業してくるのよ。え、ちょっと待って、今思い出したんだけどさ、去年のさ劇場公演出演回数さ、トップ3さ、レイナと夢とユナコだったよね。ね、強すぎ。ねえねえ、なんでねえ、なんかこれなかった、なかったよね。でも来年から用意しようかみたいな話してた。ねえ、今年でいい、今年でいい。来年からだったら夢いけんじゃない、今年。確かに狙えるかも。え、てか余裕で、確かにカホとツートップだわ、絶対。絶対そう、絶対そう。こういう風やそう、夢本当さ、無活のしかやってなくてガチで。わかる。お月見団子ありがとうございます。スルメ公演やりたかったな。やりたかったね、アイナが卒業しなければよかったのにね。ワンちゃん来たけどね、まあ、ワンちゃんこれからでもできるの。いや確かに、いけるか、アイナとユナコ呼んで。確かにいいんじゃない、うん、二人なんか黒子みたいなさ、かかぼし。黒子なの、出さってあげないんだ。いや一応一般人。確かに一応一般人、一応ね。でも黒子でもさ、パフォーマンス見れるだけで嬉しくない？確かに、あのパフォーマンスで見れるならね、うん、相談してみよう、ね、二人に。大人と掛け合って、大人掛け合って、アイナとユナコ黒子で出演させたいんですけど、ちょっと喜ぶと思うので。ハートありがとうございます。え、今日初劇場公演でしたって人。え、すごい、ありがとうございます。今日が初ってすごいね、特別感満載、特別公演ですよ。しかも今ユニット公演しかないからね、全員いる公演ステージでよかったね。誰誰誰、よかったね、よかったね、ママみたい、親戚のおばちゃん。わかる、よかったね、よかったよかった。お星様ありがとうございます。月見えるの？見えない。え、ね、今日月見の日、お月見の日ってあったっけ。中秋の名月、なんだそれ、そういう日あんの。今もよくわかんないけど、今日
それなんですか。え、でもさっきね、流れてきた中秋の名月だよってきた。へ、それで知ったよ。そう、今日なんだみたいな。あ、いや、わかんない。本当だ、私も来てた。じゃあ月綺麗なんですね。月が綺麗ですね。ありがとう。なんだっけ、プロポーズなんだっけ、月が綺麗ですねって。なんかそうらしいね。やばい、プロポーズなんとかかんとかの誰だっけ。夏曲最高、わかる。私本当に楽しかったんだけど。わかる。お月見団子ありがとうございます。めっちゃ LINE 来てるね。ドラさん日記のグループ写真めっちゃ届いてる。え、なんて言ったっけ。あ、夏曲良かったね。わかる。え、ネタバレしちゃダメかな。わかる。マジでわかる。久しぶりになんかなんていうの、劇場公演って感じしたんだけど、ね、私が久しぶりだからかずっとやってますもんね。出たいんですけど私も。だからあれだよ、サメカレーナ、サメカレーナですよ。サメカレーナですよ。サメカレーナ、サメカレーナ公演なんだけど、サメカレーナやろっかな。サメカレーナやろ。サメカツナ、ツーがユナコでナはナナミ消えたよ。ひどい。4人でやろう。で、ナナミとユナコだったり。サメカレーナ。サメカレーナ。え、サメカツナなくなるのめっちゃ新鮮。わかる。なんか違和感だよね。わかる。お月見団子ありがとうございます。サメカツナなんか強い。誰も卒業しないイメージある。確かに、確かに。あと、もうやめないべ。べぇ。やめないべ。やめないべ。やめないべ。このノリで言うことじゃない。やめないで。確かに。やめないでくれ。ほんまに。でも今ね、青のこともスカウトしてる。ねえねえ、何なのそれ。サメカアナ。サメカアナ。サメカアナ。サメカア。あ、アだけ取って。サメカアナ。サメカアレでいいじゃん、じゃあ。サメカアレ。ナナミナ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 。不在着信。青ごめん。誰か青に何か教えてあげて。で、ゆめちゃん配信、ゆめちゃん先輩と配信中だから切れない。どうやって教えんの。LINE 持ってないでしょ。実は持ってる人いるかも。いるかな。わかる。ゆなこのやつでしょ。そうしかもあれ見出しになることわかる。ないよ。しかもトップボタってさ、がっつりわかる。ボタでもなくてもさ、ボタトップボタですよ。ゆなこ、ゆなこの昨日のガチでそう、なんかさ、サンキューをさ、うん、3期生に対してさ、すごいなんかファンみたいな感じでさ、うん、接してるのよ、ユナコが。ユナコでしょ。だからなんか、もう一般人に戻るのに、うん、ちょっとあんまり3期生に近づかないって、いつも褒める。逆に。私もう卒業するんで、ちょっと、LINE 交換とかダメですよ、ね。なんかさ、ユナコ、他のメンバーの絡み方はさ、ね、なんでかちゃん、写真撮ろうみたいな感じでさ、ユナコだけ、なんかめっちゃ、そうなの、みたいな。本当に狙ってますよ。なんか、好きあらばみたいなね。うん、あれはよろしくないね。よろしくない。メンバーの特権多分使いまくろうとしてるよね、うん、元メンバーの、うん、でも卒業してからも3期生にめっちゃ絡んでそう。でもちゃんと正直に話してたもんね、新聞記事で。うん、話してた。読んでないんだけど。何読んだの。いや、ネットのやつで。あ、ネットでね。なんて書いてあったの。忘れた。今のはなくない。いや、なんか、ね、そういうこと話してた。なんかファンとしてみたいな、うん、え、卒業後も、あ、これ卒業後も仲良くしてほしい、ね、あ、違う、卒業後も3期生と仲良くしたいみたいな、アイドルだから。いや、ちょっとなね、ちょっとちょっとな、怖いな、ちょっと手出しそうだな。うん、怖いね。でも気づいたらめっちゃ仲良くなってそう。知らない。わかる、わかる。プライベートでめっちゃ遊んでそう。遊んでそう。髪型かわいい、かわいい。でも結局さ、言えなかったんだけどさ、今日、うん、今日の MC でなんかこの夏の思い出みたいな、あ、そうだ、言うって言ってたのね。そう、結局ね、なんかそれ以外の話で盛り上がってて、そう、言えなかった話が、エピソードがあって、ゆなこの
実家、弘前の実家にこの夏、レナと2回行きました実家に2回はもう家族だハートフル家族よこの夏中にマジで1ヶ月に1回行ったマジでもう来月も行かなきゃ無理行かなきゃダメ本当に会いたいあれルーティーンだからもうママって呼んでるもん私ママって呼んでるえ、ママはママって呼んでるしかもさ、レイちゃんアイス食べるみたいなあ、食べるそのノリやばい、本当にママだと思っちゃう絶対失礼だわかるでも本当になんかさ落ち着いちゃうんだよねわかる、わかる、わかる本当にさ、本当に失礼な話なんだけどさ絶対、他の言ったら絶対そんなことできないんだけど怖い、何したっけえ、ゆなこの実家だと、うん、ちょっとなんか下着すぎるえ、わかる。それってありえないよ。やばいよね。待って、今考えたらマジありえない。本当にさ、反省してる、正直。確か今考えるとちょっと恥ずかしいってこと、うん、恥ずかしい。なんでだったんだろうって思うけど。ありえないぐらい下着姿であるっすよね。自分の家でもさ、ちょっと気づかない。わかる。自分の家でできない。なんか、下着着て。私、自分の家で下着で歩かないもん。歩かないよね。今も歩いちゃダメって言われるもん。歩いてた。そうなのよ。メディキュット半分履いてみたいなどうやってんのそれ本当に失礼だったと思う普通に見てたわわかる誰も止めなかったへ、うん、やっぱ暖かいんだよな暖かいのよゆなこ包容力が、うん、なんか何をしても包み込んでくれる、うん、お母さんねなんかお家もそうだよねなんか暖かいお家が暖かすぎるなんか感じるよね、うん、暖かさなんかぬくもりがあるハートありがとうございますだって私初めてゆなこんち行った時さ、うん、入って5分ぐらいでさソファーでさ寝っ転がってさよかったよまださ私以外に誰もソファー座ってないゆなこですらまだ座ってない地面にお尻ついてない時に寝っ転がってあれなんで立ってんの座んなよ今なんてリュックしょってさ窓立ってたのにさレナが急に靴を出してまだ曇そうね本当になんか失礼なことめっちゃしだってゆなこじゃないですかレイナその時ゆなこのママと2度目ましてだったじゃん2度目ましてで初めての家であれはでも初め1度目ましてでお泊まりしてるからそうだった初めまして初めましてでお泊まりしてた2人きりで話してるそうだやばいねでもそんな失礼な人だと思われたくない私ラジオでも言ったけど本当に、うん、あの人の親と喋れないずっとそうですよ本当にゆのママだって喋れる喋ってんから大丈夫だよこ娘がこういう関係だったら娘同士がメンバーとかじゃなくて娘同士がこれぐらい仲良かったら、うん、あれなのかないけるのかな、うん、いやちょっと申し訳ないけど面白かったねでもゆなこもさめちゃくちゃ心広いじゃんわかる何してもいいって世界一は広いなんか冗談でさなんかえなこがソファー独り占めしててあ、それか冗談でさ違う何私虫のさ、草滝冗談で草滝違うそしたらえなこがいいよって言ってくれた話し方違う待ってそれも話したんだけどその前になんかゆなこがソファーを独り占めしてて、うん、それでゆめが冗談でなんで独り占めしてんのみたいな結構お客さんに譲ってよみたいな言ってゆなこ嫌だしなんだから下で寝ないよって言ったら本当に分かった床で寝出してしかもそのまま寝落ちしちゃってめっちゃ申し訳なかった床で寝てたの床で寝てたのなんで床で寝てんだよって思ってたなんで床で寝てんだって思ってたわちょっと分かる全然その会話知らなかったからさしかもさ多分床が硬くて寝心地悪かったのかあの寝る時用の本当ガチなあの枕を、うん、あのベッドから持ってきて硬い床に枕だけ敷いて寝てた申し訳ないねえ何やってんの最高だね夢その間さソファー独り占めして千と千尋見てたしかも2時間ちょっとあったよね、うん、ゆなこずっと寝てたしてでもさ千と千尋見たいって言ったらゆなこだよねうん千と千尋見たいって言い出してないよなこゆなこ最初の20分ぐらいわかるいや5分だよマジで5分だ
ったなあれ。あ、明日もヒートしかも私さ、千と千尋見てる間さ、うん、なぜか私はバランスボールにずっと座ってた。いや、マジ2時間ちょっとずっとバランスボールの上にいたの、やばくない？本当にやばくない？おもろかった。ギネス、本当にみんな、見ない人あるか分かんないけどさ、なんか真っ黒クロスキーがさ、何？来たみたいなこうシーンあるじゃないですか、千と千尋。伝わるかな？なんか、なんていうの？あのね、炭を運ぶシーン。初めて、かまじいのところに行って、かまじいの部屋で詳しいあの、マクロコスキーがね、出てくるじゃないですか、いっぱい働かされてる、働いてんのよ。で、そこでさ、マクロコスキーがさ、岩を持ってさ、こう運ぶ。あ、岩なのあれ。うん、なんか、炭運んで、炎のところにポイって投げて、そう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 、みたいな流れ作業してるんですけどそしたら、レナがバランスボードでめっちゃ真似しだして見て、見て、止めとってユナコはかまじいの、マジで寝起き数秒でかまじいのモノマネし始めて、なんかだから寝てんのにめっちゃかまじいって腕めっちゃこうでやない、寝ながら寝ながらそこだけ本気出してたわ、なぜか寝起き5秒だったのに、その後またすぐ寝てるね。うん、寝てた。かまじいだけやりたかったんだろうね。わかる、プロアイドルだなって思った。面白かった。動画は一生出せないけどね、うん、話はできるけど動画だけは見せられない。本当に面白い。待って、お菓子プラットたくさんありがとう。おかしいね、なんか心配になる。卒業してからユナコイエスマンすぎてやかれイエスマンあと虫たたきでもなんて言えばいいんだろう。なんか川の字になって寝てて、夢ユナコ、なんてユナコ、またさ、夢がさ、なんか端っこ鳥合戦をしてたんだけど、夢、ユナコ、レイナって寝てたんだけど、うん、なんかユナコを夢を真ん中にしようとしてて、うん、夢はユナコを真ん中にしようとしてて、やっぱり外側がいいじゃん、うん、真ん中だとね、あのそう、ちょうど境目あでね、落ちる、あ、そういうことのもあると思う。2枚しか引いてなくて、布団、大きめの布団だったけど、うん、そういうことだったんだ。もあるし、今気使うからかと思ってた、うん、今寝相悪いから、そう、寝相悪いから、なんかヤナコのことをどうなってもいいのみたいな、うん、夢の隣だけはやだわよかったいや、ワンパクなんかもうこんなんやっちゃうからなんか、うんとか願いじゃなくて、ドン寝てる間にこれバンガチ、怖いよね、そう、マジで強いの。そう、寝相悪すぎて、だからどうなってもいいんだねって言ったら、そう、分かったって言って真ん中で寝てくれた分かったって、そう、もうイエスマンなんだよもうそう、あったら虫叩きだ、そうで、夢が外側に出てたんだけど、うん、そしたら、なんか虫がカサカサカサって布団の下に入ってきちゃって、夢それ目撃して、でも夢しかそれ目撃しなくて、うん、見てなかったね。そう、レナとユナコは見てなくて、見てないから全然ごめんなしょうらやばいで、夢がやばい怖いみたいな言って、うん、そのそう、夢がね、もう怖くて寝れないみたいな言って、あ、これ本気で怖がってるやつだなみたいな思って、だから夢が寝れないのもあれだし、そう、虫を探してあげてたんですよ。そう、夢避難しちゃって、もう一人で夢避難して、あの布団とかバーってめくったりして探したんだけど、どうしても見つからなくてそしたらなんか、もうこれいないよみたいな言ってくれたんだけど、でも本当に怖くて、そしたらユナコがじゃあ潰せばいいじゃんって言い出して、布団の上ガシガシ歩き出して、ガンガン、それがもう進撃の巨人の地鳴らしにしか見えなくて、ちょっと、その巨人伝わる人ばっかりかな、二人で一緒に地鳴らしします、地鳴らししてて、あーだ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 ーってやりながら、それが愉快すぎて、愉快すぎて、全然もう途中気候心も出てきた、気候心だそれでも、何やってんの、仲良しすぎる、それで夢でもね、あのね、心が安らいだ、うん、そう、夢が怖がってるのをちょっと落ち着かせてあげようって思ってそう、それめっちゃ落ち着いた、うん、正直早く寝たくてそうだよね、だって翌日4時起きだったもん、4時起きだし結構もう寝る体勢だったな、うん、分かる、眠いって思った時に
夢が騒ぎ出したから、まあ、もうこれ見つけるまで絶対ダメだって思って死ぬ気で探したごめんけど見つかんないから地ならしで帰ってしまった。そう、地ならししてくれて結局布団畳んだと見つかんなかったね。そう、見つかんなかったんだけど見つかんなかった。それでだけど夢がもうだからそう諦めて布団入ってだけどどこから出てくるか分かんないから怖くてなんかこうやって寝てて、これがゆなこの足だとしたらこうやって待って、これ足だからね、手じゃないよ、足です、これどうやったらできどうやったら伝わるかな。ゆめがゆなこの足を持って、ゆめの足の裏ね、虫叩きみたいに怖い虫怖いみたいな全然いないんだけど虫いないんだけど怖いよ怖いよ虫叩きって言って虫叩きにしてたの、ゆなこの足をで私はのんきに動画を撮ってたんだけどそれ私がふざけてそれ朝までやってな朝までやってなってふざけて言ったらあゆなもうじゃあ寝てるわみたいなでも寝てるから悪い気はしないっていう寝てるから別にいいわみたいな寝てるから別にやってていいわ嫌じゃないそうだ嫌じゃないだ寝てるから別に嫌じゃないみたいな嫌でしょ足つかまれてパンパン伝わりました、この状況伝わるかな面白さが伝わってほしい。でもこの動画も絶対に出せない。わかるわかる、あれはひどいね、うん、出したいけど再現動画出したいな。確かに面白かった面白かったな、そこが一番笑ったわ寝てるから嫌な気はしないがもう大優勝なんでなの嫌でしょ嫌でしょおもろい。怖いわ、不思議だわ。わかる、イエスマンだね、うん、面白かった。もう早く寝たいけどさおもろすぎてさもうずっと楽しかった。楽しかったね、うん、あ面白い。なんか一緒にいると次の日朝早いとかどうでもよくなるぐらいさ楽しみたくなっちゃうじゃん。わ、うんうん、かる。それってマジで学生みたいな。え、わかる、学生みたいだった。修学旅行だった完全に。疲れたわ、今もめっちゃ笑った思い出し笑いで疲れちゃった楽しかった。楽しかったね。でも待って、青森の思い出ロケだから。そうだよ、まあ、それとは別にもう遊びに行ったことあるんですけど、うん、そうロケでも行ってきて。そうそう、あ、そう、昨日のね、日刊スポーツさんで、はい、出たんです。公開されましたけど予告も出てたらしい、ね、週の。あ、先週のラーメン部で、48ラーメン部で、こことゆなことみはるさんで青森ね、行ってきました。青森出身のみはるとラーメン部の私 と、ま、と友達の、ま、めっちゃ仲いい友達の夢ついてきてくれた。なんかスタッフさんにそうやって紹介された。アイナも連れてくかもやったんだよ、ね、いやわかる。でも誘ってる夢、明日から青森だから早吹きな前日に、うん、そしたらいいな、ずるいずるい泣いちゃうって言って、かわいくない？マジでかわいい。ずるいずるい泣いちゃう。アイナに会えた。わかる。でも誘ったよ。まあね、割と最近会った。割と会ってるわ。わかる、割と会ってる。めっちゃ会ってるわ。短期間、短期間会ってるね。だって会った翌週に会った。会ったね、うん。1週間後に会った。それからまだ1ヶ月も経ってないし。うん、2週間ぐらい。うん、会いたい。みそラーメンも4週もあるんです。すごくない？ねえ、豪華。めっちゃラーメン食べたよね。めっちゃ食べたよ。めっちゃ食べた。4週ですよ。みんなお腹抱えながらねロケしたし帰ってきた。めっちゃ美味しいのにめっちゃお腹苦しくてでも夜も楽しみたくて、うん、夜も普通に食べて食べたね、いっぱい。そういう時はね、食べて楽しまなきゃ。でもさ、うん、息めっちゃさ食べながらさ、うん、ロケがあるのに、うん、行きのその、うん、着いてからロケあるのにめっちゃ行き の、うん、あの移動でめっちゃ食べて。食べたね。そう、着いてからも食べて、その日の夜も結構食べたんですけど、うん、帰りはマジで一切食べなかった。食べなかった、うん、もうなんか寝てた。いろんな思い、いろんな思いが重くて気温何騒いでたのに帰り、うん、めっちゃ静かだった、ね、静かだった。めっちゃ楽しかった、ね、楽しかった。早く見てほしい。だからずっとカメラ回しててほしかったな。わかる、面白いシーンめっちゃあったよね。移動中の、移動中もろかった。山道とかカメラ回しててほしかった山道でさなんかもうなんか欲
横たわって寝てて、夢とゆなこでなんか4人掛けの席に立って横たわって寝てて、山道でカーブするたんびに振り落とされて、山道えぐかったんです。地図見たら本当にこう行ったと思ったらすぐこう行ってこうみたいな、地図本当にやばかった。なんかもう何回も座席から落ちて、だからそれってさ、冷静になったらめっちゃおもろいんだけど、眠すぎて寝たすぎてそれどころじゃなくて全然面白くなかった。寝ながらめっちゃ激しく必死に寝てた、必死に寝てた、必死な思いで寝てた。私だったら絶対起きるのよ。二人ってマジで寝るのよね、うん、どこでも。大爆睡してた、羨ましい。私マジで全然寝なかったね、一気。確かに、だって夜11時ぐらい寝たんですよ、うん、早い。三原さんなんて9時4時起きだった日のロケも全然寝れなかった、ロケバスで。それは強い。ハートありがとうございます。いやすごいな、4週すごいね、豪華だね。県外初だし。普通って何週なの？普通3週うん、うん、で卒業メンバー部員じゃなかったら1週だけの時とかもあるけど。そうだったんだ。ゆなこは、まあ、部員で大活躍だったからね。弘前にも行っていや最終回結構感動だから見てるし。あ、そうだね。何やったっけって思って、もう記憶いっぱいすぎて。ラーメン楽しみにしててください。青森さ、ラーメン屋さんめっちゃあった。わかる、行きたい店めっちゃあった。かわいい、ありがとうございます。来月行くか、行くか。確かない。でもマジ遠いんだよ。でもあのね、ママに言った、また来月行きます。なんだって待ってます。ママ会いたいよ。なんかさ、千と千尋でハグするシーンあったの、最後に湯婆婆だっけ。湯婆婆、湯婆婆じゃないの、あの湯婆婆の妹とハグ、誰かとハグしたんだよね。あれ違う映像だっけ。いや、最後ハグした、なんか大当たりの後でしょ。はうん、多分そう。誰だっけな、走って誰かにハグしてったよね、ハグ。湯婆婆の結構なんかふっくらした人と話してたのに。ユババだな、それは。ユババかボウしかいないな。確かにボウじゃないよね。なんか主人公の子がなんかハグするシーンがあって、あ、今これユナコのママとハグしたいって思って言ってた。だから自分の体こうやってやって気持ちだけ。怖い。でもハグしたい時にこうなる気持ちわかる。潰してる。なんかもう千と千尋感動しちゃって。本当に面白かった。なんで青森で見たんだろうね。だから持ってることあったよね、青森って、うん、持ってることあった。みなこが薬だし、てか寝た方が良かったよね、普通に。わかる、わかる。ね、みなこ次の日めっちゃ寝てたよね。めっちゃ寝てた。うちらはさ、映画見てる間めっちゃ寝てたの。次の日もなんかずっと寝てた、ずっと寝てて返信来なくて。わかる、心配だった。夕方まで返信来なかったよね。マジでそう、絶対ずっと寝てた。かわいい、ありがとうございます。ハートもありがとうございます。今何時だろう。確かに意外と盛り上がっちゃった。45分47分これ結構盛り上がってた。疲れた、笑い疲れた、うん、これ笑い疲れた。おもろいな、うん、仲良くて。分かる、仲良くなるなんて。え、でもね、ちょっと特大ビッグニュースが、特大ビッグニュースだって。絶対そうでもないやつだ。いや、結構、まあ、自分的に結構特大ビッグ、結構、うん、うん、まあ、特大の中だったら真ん中ぐらい。ちょっと下げるやん。ひめにとっては特大、でもレナにとったら、あー、おめでとうみたいなやつ。冷めてるみたいに言うやん、冷めてるけど。はい、お願いします。ね、青森ロケでね、みはるさんと仲良くなって、そんな顔しないで。なって、仲良くなって、なったの。そう、今まで仲良くなった。違う、さらにね。でも、本当になんか今まではなんかこう先輩と後輩って仲良かったんだけど、もうめっちゃ友達みたいに仲良くなって。で、それで、そう、え、どれ、めっちゃ食いつくやん。わかる。え、どこで、どこで。なんかこう着替えてたらね、まあ落ち着いて着替えてたら、青森のロケの時に着替えてたら、なんかなんとか、あ、すいませんみたいな言ったら、うん、みはるも仲良しがいいって言い出して、えー、かわいいよね。かわいい、かわいい、かわいい。ママママそれでみはるも仲良しがいいって言って、もう夢、夢みたいな子いたんだけど、その時え、みたいになっちゃって。え、どういうこと。ね、そう、みはるも仲良しがいい。何を見てたの。
わかんない。何か仲良しそうなことをしてたの？うん、全然。でもそしたら、え？ってなったら、みはるも仲良しって言い出して、敬語使わないでほしいって言って、みはるずる待って、本当にずるい。なんで可愛いの？わかる、あんな、え、うちらの可愛いエピソード1個も出てこなかった今。やばいエピソードしか出てこなかった。なんでみはるだけそんな可愛いエピソードできる？ずるい。で、レナの時のさ、タメ口とかさ、敬語の時は、え、いいよ、全然大丈夫みたいな、ちょっとじゃあタメ口の方が楽みはるさん仲良しがねえ、ねえ、あと比べんぞ、やめろもうそれだけはやめろ、みはると比べるのは。その時は流しちゃったの、そんな、もう動揺しちゃって、いや、そんな、え、みたいな。確かにドキドキしちゃう、それ。ドキドキしちゃって、うん、もう、ときめいちゃって。え、それもうその歌詞ってかも好きになっちゃうね。わかる、え、もうだから、もう今そういう目で見てる。うわー、かわいそうどういうこと？それね、今日また言われたの。ねえ、どういうこと？ねえ、それでも敬語じゃないか、うちらがさ、めっちゃ仲良くしてたからかな、ロケとかでさ、私先輩なのにさ、で、私みはると同期でさ、うん、確かに私にだけ敬語使わないで、みはるにだけ敬語使ったじゃん。確かに、嫉妬しちゃったんだ、かわいすぎ。レナとみはるさんだったから。え、マジでそう、声のトーン声のトーン変わんないよな。ごめんごめん。それでさ、そう、それでさ、また言われちゃったから、でちょっとじゃあみはるちゃんって呼んでいいですかって言ったら、え、嬉しいみたいな、みはるちゃんって呼んでくれる人誰もいないのって言われて。確かに、いない、かわいい。みはるちゃんって呼んで、え、超かわいい。じゃもう敬語ダメだよって言われて、ねえねえ、みはるだからもう待って、かわいい、みはるちゃんとかき氷食べるよくそってきた。ねえ、めっちゃ仲良しじゃん。かき氷まだやってるかなみたいな、じゃあ一緒に行こうみたいな。ずるい。え、特大だった？特大ビッグだ。特大ビッグ、かわいすぎて。わかる、わかる。よくぞ言ってくれました。かわいすぎて、ごちそうさまです。ありがとうございます、お腹いっぱい。ありがとう、めっちゃかわいい。めっちゃかわいいだって、それみはるさん、みはるちゃんへのギフトでしょ。え、絶対そうじゃんこのタイミングの、それは絶対そうじゃん。絶対そうやんそれはそうほら、かわいいギフトめっちゃきつでも、もうみはるやん。ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。待って、青森のうちらのかわいいエピソード1個あげよう。何？あ、ないのか、うん、探そう。ない、ないのか頭下げんねじゃあ作り出そう。作ろう。なんだろう、なんかゴミ入った。夢はでもカメラ回ってなくても基本なんか歩き方とか可愛い。え、ありがとう。それはこれガチじゃない？でも嬉しい、わかんない。でも写真とか見たら夢ムカつくんだよね。夢本当にムカつくよ、ね、本当にびっくりしたんだけど、なんか写真とか見るとみんななんか違うな、なんか、わかる、なんか、なんかあの例を挙げるとしたら、なんか馬に餌入れしてる時の画像があって、こうやってあげてんの。そ、ここの手ね、これこの手注目、こうやってあげてんの。カメラとか意識してないじゃん、それ撮られたやつでしょ。うん、撮られてるのも知らなかった。こうやってやってんの。なんかもう夢ってさ、歩く時さ、え、歩く時ほんまにこう、あの普通にこうじゃなくて、肉たらしい。わかる、ちょっとあざといよね肉たらしい。でも私といる時もそうだから、多分本当。へえ、全然わかんない。それ見て可愛いって思う。嬉しい、アイドルやんけ。いや、私夢と仲良くなる前からめっちゃ夢のこと可愛いって思ってて、うん、彼女にしたいって思って、彼女にしたらこいつめっちゃ可愛いな嬉しい。夢今ってたんだけど、服脱いじゃうかと思ったんで、よかった、ショーラム中だった飲めなかったよ、嬉しくて。え、でも仲良くなってから、あ、こんな子だったんだって思ってなんかもう本当に、うん、あのそのこういう歩き方とか仕草とかが可愛くて、うん、あ、そういうもうふわふわした子なんだって思ってたから全然違って、そう、中身は、え、ランキング落ちた。意外とハキハキしててギャップだった、それがランキング。だから付き合ったら楽しいなって。嬉しい、どこなんだろう、なんだろう、意外とさ、僕は意外とそう多分さ、この距離だと思ったよね、意外と。しかも、落ちた。しかも今レナがさ、来てくれるかと思って控えめに行ったら来てくれなかったから、なおさらさ、しかもこれにぶつかってたし普通に落ちたんだけど、ね、でも夢と息合わないことめっちゃあるんだよね。スルメで言うとさ、夢とマジ息合わない。でもさ、歩く歩幅だけはスルメで歩いてる時
私結構早く歩く人に合わせる人なんですけど、だから夢と一緒に、うん、あのめっちゃ夢がね早歩きっていうか、分かる、早いよね、大股なんですよ。あ、大股なのか。歩くのが早くて、後から聞いたら私めっちゃ大股で合わせたよって言って私足、夢より短いから、いや、めっちゃこの間らしくて私的には普通に歩いてたんだけど、ね、気づいたらマジ2人後ろ見たらいないの。めっちゃ後ろってか、いないか、見えない姿、見えなくて、こう探して見えてもあの急がないんですよ。わかるわかる、めっちゃのんびり急がしてるわけじゃないけどマイペース、わかる、基本マイペースなの私というのこだけど、歩くときは歩くとき合わせてくれるね、にゃにゃあにゃあいなと言うな、おもろいかった、全部おもろいの。でも千と千尋の話になってうちらさ気合うよね。どういう面で？あのあったじゃん、うちらだけ盛り上がってて、ゆなことさあいなが全然気使って笑ってたみたいな。千と千尋ごっこがめっちゃやりたくて、今度千と千尋ごっこでさ大掃除しようって、うん、温泉の掃除のシーンあるじゃないですか、うん、あれで誰がどのキャラねみたいなのを話してて、うん、私はだっけ、カエル、私カエル、千はどこだカエル、カエルで夢があの神様、ドロドロのお客さん、あ、そう、汚し役、ドロドロの神様だから、だからあれじゃあ千尋が、千尋いないんだよ、メインキャストいないんだよ。アイナがあの緑の顔3つの、ああそうだ、それに似てるからそうだ、でユナコ誰だっけ、ユナコ千尋っぽくないって言ったんだけど悔しくてやめたんだよね、なんか一人だけ主役なの悔しいよねって言って、その話でめっちゃ盛り上がってたんですよ。そうえ、めっちゃほらえって、夢汚すだけじゃんって、うちらが掃除しなきゃじゃんみたいな言って、しかもさ夢とレイナで歩いて、後ろ、あの、そうそう、アイナとユナコでこういう声で歩いてたんだ、あいつ、ここめっちゃ、もうみんなでもね、後ろも笑い声聞こえたから、じゃあ4人でもう、爆盛り上がりって思って、後から聞いたら、なんかあの話よく分かんなかったみたいな、めっちゃ合わせてたみたいな。しかもその日なんか一日中遊んでて、なんかその日のなんかまとめみたいになって、夢が、そう4人でしたんで、ね、今日の振り返りをしてて、そうで今日一笑った話みたいな、うん、今日一番楽しかったところどこみたいな言って、うん、夢がそこって言ったの、千と千尋の私もそこかもって言ったら、めっちゃ決まったんだから、えその時めっちゃ全然話よく分かんなかったみたいな。私たちけど盛り上がったんだ、ショックだったね、でも後ろもめっちゃ盛り上がってるから、うちらさ良かれと思ってめっちゃボケてたじゃん、うん、周り見えてないんだね、うちら反省だ、反省した、うん、でショックだったの、結構ショックだったよね、めっちゃ楽しかったな、めっちゃ楽しかったな、一日の中で一番それが楽しかったって思ってるのに気使われてたの、わかる、ずっとそばにいたいよ、もういい締まりだね、あもう時間ね、あもう55分だ、しまったしまった、ギフト読みます、お月見団子ありがとう、ハートもありがとう、かわいいもありがとう、ハートとかわいいとだるまとかわいいとハート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 ありがとう、かわいいありがとう、リンゴスターも来たありがとうね、ありがとうございます、はぁ、あ、面白かった、これ面白かったかな、見てる側は面白かったですかね、そうなんだね、私たち話すときにさ自分たちがさなんかテンション上げて笑いながら話しちゃうじゃん、そうなの、話すの下手なんだよね、伝わらないよね、ラジオやばかった でもめっちゃ面白いって言ってくれる人もいっぱいいて、うん、あの感じが良かったみたいな、分かる、なんかめっちゃさ仲いい感じが、会話がサイゼだったよって言われた、なんかサイゼで話す、そうだ、会話ほんまに寿司屋さんとかでもないし、分かる、なんかガストとかでもないよ、ね、ないサイゼだわ、なんかちょっとそう、うん、分かる、 JK って感じだったね、うん、でも反省はしてるけど後悔はしてない、うん、いいことだよ、あれをね、めっちゃ楽しいお仕事だったもん、わかる、あれ残しておきたかった、なんかこう記録に残るものに残しておきたかった、うん、あれが残ったの結構嬉しい、わかる、素敵、楽しかったね、ありがとうございます、お月見団子と可愛い、ありがとうございます。
これお月見団子だ。お月見団子。じゃあそろそろもう1時間ぐらい経つわ。本当絶対うるさかったよね。うるさかったね。すいません。それじゃあメイキング読もう。どうする、別々か順番で一緒に読むか。順番 OK。 13位か、じゃあ私から。13位ジョンさん、ありがとうございます。ピョンさん、ありがとうございます。ふわふわさん、ありがとうございます。チューバーさん、ありがとうございます。11位 JT さん、ありがとうございます。金次郎さん、ありがとうございます。10位ミスターさん、ありがとうございます。さととも さん、ありがとうございます。9位マッツーさん、ありがとうございます。カンヤトさん、ありがとうございます。8位ヒンジさん、ありがとうございます。シンゴさん、ありがとうございます。7位いつかの少年さん、ありがとうございます。マキアートさん、ありがとうございます。6位ナオくん、あとトマトケさん、ありがとうございます。キムさん、ありがとうございます。5位中村のさん、ありがとうございます。ヒンジさん、ありがとうございます。え、待って、中村の続きまでいい。あ、中村の長住水道、永住水道橋博士さん、ありがとうございます。なにこれ、ね、難しい。4位マス先生、ありがとうございます。てっちーさん、ありがとうございます。3位ぬっくんさん、ありがとうございます。てるまえかたぐちさん、ありがとうございます。2位しゅうちゃん、ありがとうございます。ゆきさん、ありがとうございます。第1位あかしゃちさん、ありがとうございます。はじめさん、ありがとうございます。いやー、暑いて暑い、かる暑い。それじゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。サマーの公演も一緒名前もらえない。サマーの公演、ね、今日のサマーの公演もありがとうございました。それではまた。スクショ1回した、3個回した。うわー、怖い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 。やばい、やっぱ気合うんじゃないね。たまに会うよね。たまにね。 OK、じゃあ次のポーズね、考えてね、うん、せーの、はっ、あー待って待って、今のは絶対合わないと思って、あーいいで笑おうとしてたのに、わかる、おーいいまで、ここまで、ここまで出てたのに、おーいいっていう準備してた、わかる、わかる、夢せっかくやったのにって私の夢も、やっぱ今夢出じゃなくてさ、うん、夢出だったのかもしれない。夢出だったね。ゆなこ卒業前に気づいた。今気づいちゃった、ごめんね。ごめんゆなこ。結構傷つくよね、これ。これ傷つくわ。でもいいよ。わかった。わかった。おろ、かわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。激アツだわ、さ、激アツやな。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。